水野連太郎と共に、荒井健太郎昭和13年1月29日は、日本の官僚、政治家、新潟県氏族、農商務大臣、水密院副議長などの要職を歴任した、新潟県出身、高田藩士、荒井忠正生の子、新潟市藩学校を卒業し、一時小学校で、教鞭を取った後、上京、帝国大学法科大学で、 フランス法を治める。同期には、若月玲次郎、足立本一郎らがおり、主席を競う。1892年に帝国大学を卒業した後、大倉省に入省。大臣官房、第二課に配属。主計局予算決算課長、主計局長などの要職を歴任した。大倉省時代には、和仏法律学校の講師も務めている。1907年、 韓国にわたり、東韓不参与官となる。1910年に、朝鮮総督不託支部長官に就任。1917年5月16日から1926年10月まで、貴族院直選議員を務めた。1922年、加藤智三郎内閣に、農商務大臣として初入閣。1926年、水密顧問官となる。百三十六年、 数密委員副議長に就任したが、1938年、在職中に没した。ありがとうございます。